ソードアートオリジン。かつてデスゲームと言われた SAO のデータを移植し、そこで出会った NPC のプレミアとティアはキャラの設定を持たないというと、やがてその原因がゲームサーバー内で稼働する崩壊シミュレーションモジュールによるものだとわかる。彼女たちのクエストによってオリジンの世界にアインクラッドが創生され、人に絶望し世界の崩壊を願うティアと、俺たち創生されたアインクラッドでのこの二つの思いの衝突は世界崩壊を防ぎ、ティアが俺たちの前から去る形で幕を閉じた。数週間後、アインクラッドで新ステージが開放されると、プレイヤーの間で仮面をつけた NPC の噂が広がる。その NPC がティアではないかと考えた俺たちは、彼女に再び会うため、アインクラッドの攻略を進める。そしてまた、新たなステージが開放されるとともに、仮面をつけた NPC の噂が流れてくる。もうみんな揃ってるのか？あとはクラインさんとシノンさんがもうすぐ来るって。お二人でアインクラッドの新しいフィールドの情報を集めているみたいです。新フィールドに向かう道が見つかったんでしょ？今度はどんなところなんだろう。やっぱり気になっちゃいますよね。みんなテンション上がってるわね。ま、私もだけど。あ、ちょうど二人が来たみたいよ。おう、俺たちで最後みたいだな。お待たせ、いろいろ情報を集めてきたわよ。それじゃあ早速アインクラッドの新フィールドについて話していこうか。場所は前に私たちが攻略した闘技場フィールドよりも一つ下の層になるみたい。火山と城塞で構成されているところらしいわ。城塞か。貴重なお宝が眠っているかもしれないね。下の層ってことは迷宮区を下っていくの？いや、何でも闘技場フィールドの崩れた場所から降りていける道があるって話だ。中途半端に作られたアインクラッドだからそんな風になっちまってるんだろうな。でもよ、下の層ってことはモンスターのレベルも低くなるんじゃねえか。俺もそう思ったんだけど、どうやら違うらしい。本来アインクラッドは最下層である第1層から順に上へ進むことを想定してバランスが調整されています。ですがオリジンのアインクラッドは至る箇所が未完成の状態です。そのためプレイヤーが活動できる場所から広がるように難易度が調整されているんです。カーディナルが自動的にバランス調整をしたんだろうね。場所は下の層でもあくまで次のステージってことか。あとは細かい情報がいくつかあるけど、直接行ってみた方が説明するよりいいと思う。百聞は一見にしかずだね。話を聞いてたら早く新しいフィールドに行きたくなっちゃった。ああ待って、伝えておきたい情報がもう一つ。今から行く新しいフィールドでも例の NPC が目撃されたみたいよ。闘技場で見かけた仮面をつけた NPC か。相変わらずそれ以上の情報はないんだけどね。
私たちの攻略を進めていけば見かけるかもしれないね。あれがただのクエスト NPC なのか、それとも重要な役割を持つ NPC なのか気になるわね。まあその NPC のことは気にしつつ、俺たちが会いたいのはプレミアと双子のティアだ。最後に別れたのがアインクラッド内だから、今もそのどこかにいるかもしれない。出会えるでしょうか。プレミアや俺たちが会いたいって思い続けている限り出会え可能性それじゃあみんな、新フィールドの攻略を進めよう。どうするかな。いらっしゃい。強化するんだな。うまくいった。やっちゃった。やっちゃった。うまくいった。うまくいった。やっちゃった。強化するんだな。うまくいった。うまくいった。やっちゃった。うまくいった。うまくいった。ありがとな。
のは。前はこんな道なかったよね。未完成のアインクラトが崩落してこうなっちゃったんだ。迷宮区じゃなくフィールドを伝って下の層に行くなんてなんか新鮮ね。崩れてできた道ですから足元に気をつけて進む必要がありそうですね。この先にティアがいるかもしれないんですね。会えるといいな。よほどティアに会いたいみたいね。プレミアちゃんはどうしてティアちゃんに会いたいの？私がティアに会いたい理由ですか？ティアは以前人とつながりを持つことをよく思っていませんでした。それはきっとここにいるみんなのような人たちに出会うことができなかったからだと思います。実際このゲームのプレイヤーにはいろんな人がいるものね。プレミアちゃんに危害を加えようとした人もいましたし。ですが私はみんなに出会うことができました。そしてみんなとつながりを持つことで多くの可能性を得ることができました。今こうして安心できる場所を見つけられたのもティアにも人とのつながりで可能性が広がることを知ってほしい。ですのでティアに会って話をしたいと考えています。安心できる場所だなんて言われるとくすぐったい気持ちになりますね。でもその気持ちは私にもある。みんなそう思っているからこうして一緒にいるんだよ。それにしてもティアちゃんももともとはプレミアちゃんと同じで NPC としての設定がない状態だったんだよね。それが関わる人によってプレミアとは全然違う考えを持つようになった。人の影響によって考え方が変わるなんて本当普通の人間と何も変わらないわね。人も何かに触れたり関わりを持つことで毎日少しずつ変化しているものね。今もプレミアちゃんは毎日いろんな経験をして可能性を広げながら成長しているんだよね。はい、今も新たな可能性を追っています。それって夢ってことかな。どんな可能性を追っているの？本妻のアスナに対して私は愛人になろうと。え？さあそれじゃあ新しいステージに向かうとしようぜ。今おかしなことを言おうとしてなかった？気のせいだろ。それよりプレミアをティアに会わせてやらないとな。それも私が追っている可能性の一つです。よし、その可能性を追っていこう。まあ今の話は町に戻った時にゆっくりするとして、そろそろ進みましょうか。はい、行きましょう。